5位 N3。 問題1。下線の言葉の読み方として最も良いものを一つ選びなさい。問い1。もうすぐ季節はになる。1。夏。2。秋。3。雨。4。梅雨。正解は4番です。もうすぐ季節は梅雨になる。問2。給料日だからたまにはな食事をしたいものだ。1。贅沢。2. 制作。 3. 贅沢。 4. 贅沢。正解は3番です。給料日だからたまには贅沢な食事をしたいものだ。問題2。下線の言葉を漢字で書くとき、最も良いものを一つ選びなさい。問3。新しいプロジェクトを職場の人と共に考える。正解は1番です。問4。最近は少子化が深刻になっている。正解は2番です。問題3。括弧に入れるのに最も良いものを一つ選びなさい。問5。腕を骨折してしまったのでを受診する。1。外科。2。家庭科。3。理科。4。耳鼻科。
正解は1番です。腕を骨折してしまったので外科を受診する。問い6、飛行機はを飛べます。1、風。2、雪。3、運転。4、空。正解は4番です。飛行機は空を飛べます。問題4。次の言葉の使い方として最も良いものを一つ選びなさい。問い7、訪れる。1、パソコンの不具合で画面が訪れる。2、チームの輪から訪れる。3、修学旅行で京都を訪れる。4、たくさん走ったので足が訪れる。正解は3番です。問い8、不安。1、私の発言に対して先生は不安そうな顔をしています。2、私、あなたの不安なんです。サインをいただけませんか？ 3、何事もなかったようで、私は不安しました。4、この商品は値引きしてもらって、不安価で買いました。正解は1番です。